はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半前岩尾先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一になってます。半前岩尾先生です。今でね最先端のインジケーターを使って、テクニカル分析複合型ですね、どういうふうな構造か複雑なんで説明もできませんし、そうですね、情報を稼ぐ方法を完璧に教えてしまうと汚職になりますので説明できません。ご了承ください。でですね、3連勝目になるかですね、あの新しいインジケーター、先週バツ、先週バツ、もう本当ずっとバツバツなんですけども、うまくいかないわけですけども、今回こそ成功するかということですね。次回をジェット機を私が所有できるかということですね。次回をジェット飛行機、約予算は24億円かかりますね。稼がないとダメです。というのは、ホンダさんの6億円に管理費入れて2倍、12億ぐらいになるんだけど、12億円都合をするのに24億円稼がないと、ね、若干ね、もうちょっと多く必要ですけども、買えないんですね。税金で半分以上、6割ぐらい取られますからね。ということなんで、24億くらいは必要なんですね。でね、私のインジケーター、これこそ、今度こそ、次回用ジェット機が、飛行機が買えると思うんです。成績ちょっと見てみましょう。まあ、こちらメインで分析中で調べててまして、まあ、でもですね、両方とも、だいぶ外しました。で、今のところ2連勝なんですね。3連勝目なるかということですね。で、今、11月28日、8時50分ですね。これで自家用ジェット機が買えるか。こういう投資戦術で自家用ジェット機、24億円欲しいですね。欲しいです。お願いします。自家用ジェット機買える、まあそれとは言わないけども同じようなそれ以上のいいものを買うとね。皆さんありがとうございます。本当にいつもありがとう。 いろいろ皆さん言うのはわかるけれどもね、ちゃんと正しく私の方で話をしないと仕事できないということかね。うるさい話ばっかりで申し訳ないですけどね、頭きたら聞き流してね、落ち着いてからまた見てください、ね。これ今日3回目のシグナルですね。どうでしょうか、こちらの方の調整もして、これはねまたちょっとまた複合型なんですね。以前から使ってるやつの複合型でね。で、こちらですね。どうでしょうかね。あれ？ボケちゃったかな？ん？ちょっと、あれが効かなくなっちゃったかな？ねえ。ちょっとボケちゃったかな？さあ、今日3連勝目いきますか？でもですけども。こんな感じで毎日毎日勝てたらもう大変なことです。私は21億円、24億円、自家用ジェット飛行機を所有するぞ。頑張って。みんな応援して。みんな応援してね。ね。私ね、もう60歳に、10月になったばっかしで還暦越しちゃったんですよ。
お誕生日先月10月17日、昭和33年10月17日生まれ。先月でとうとう還暦ですね。ちょっと疲れることはあります、みんなと違ってね。60歳過ぎ、もう過ぎちゃったんで、なったばっかしでね。そんなことでね、ご了承くださいね。息切れするからたまにね。ただね、自家用ジェット機は欲しいですから、みんなだと欲しいでしょ、だから私だけ所有するわけですけどね、まあ、他の金持ちも何人か所有しますからね、まあ、似たようなもの、いいものね、所有できるということでね、頑張ってます。で、FX の方もさらに100倍、ね、の稼ぎをね、考えてね、上がりそうで怖いですね。もう出ちゃったかな、いいかな。3連勝目なるかですね、これね。ちょっと時間がね、録画もないからね。自家用ジェット機は買えるはずなんだけどね、私バイナリーオプションのスペシャリスト社だからね。あとね、私誰だか知らないでね、あんまり伝言板書かないでね、誰だか知らないの、全然私のこと。どっかのなんかおじさんにでも思ってんのかな。そういうの多いんで、ちょっと気をつけてね、周りちゃんと教えてね。私あんまり相手できないからね、私を知らないでなんか